本当はここまでやりたくなかったのに、仕方ないな。いや、ありがとう。俺は鬼で茨城という。他の鬼とは違って見えるのも当然だ。俺は人間たちと一緒に暮らしているからな。こう見えても社会人の妖怪なんだぞ。一番の仲良し、勇気兄貴のおかげで人間に混じって暮らせるようになったんだ。ところで、久しぶりに戻ってきた地元なのに、こいつら正気じゃないな。仕方ないけど、やっつけなきゃ。鬼はもともとここまで邪悪な存在じゃない。彼らはこんなことを望ん
にしてあげたいから手を貸して。
かまいたちさん、やっぱりさっき通ってきた道で見たのはあなたの痕跡だったんですね。茨城殿、元気か？こんなところで貴殿と会えるなんて。かまいたちさんこそここで何を？詳しい話はとりあえずこいつらを片付けてからしよう。挨拶を交わすにはあまり向いてない状況だからな。残念ながらここら辺の奴らは貴殿と僕のことを全く覚えてないようだな。俺もここまで来る途中仕方なく手を打ちました。ところでこの方は？人間だな。こんなところでどうしたのか？しかも僕のことをイタチと呼ぶなんて随分失礼な人間だ。ああ見えても信用できる人です。それよりも今起きていることについて説明してくれませんか？ゲーキ、彼が暴走している。この間の十五夜の夜、人間たちが襲ってきた。狸ヶ丘を破壊して狸妖怪を追い出した人間たちはすでに凄まじい勢いだった。鬼たちが全力を尽くして対抗したが力不足だった。結局ギューキ殿は自分が守っていた金の五行を吸収して力を増すことにした。一体それは何ですか？どうしてギューキ兄貴があんなものを持っていたんですか？僕も詳しくはわからないけど、五行は万物の根源をなす力そのものであり、源泉であるらしい。大昔、ダイダラボッチは五行の力を欲しがる人間たちから五行を守るために、それをバラバラにして封印した。そして、ジパングの均衡を支えている妖怪たちに代々それを守護するようにと命じた。しかし五行の力は妖怪のものではない。その力を吸収することは妖怪たちの間では禁忌として受け継がれてきた。ギューキ殿は禁忌を破って万物と触れ合うことで強力な力に巻き込まれ自分を見失ってしまったと思われる。俺がもうちょっと早く帰ってきていれば、ギューキ兄貴はそんなことまでしなかったはず。とりあえずギューキ殿を探すことに集中しよう。五行を回収したら
勇気殿も正気を取り戻すだろう。ギュウキ殿を制圧して元に戻す方法を調べるしかないようだ。ごめんなさい、遅れまして。お姉ちゃんの目を盗むのに時間がかかってしまって。かまいたち様、お元気でしたか？お前は竹の子の子は汎用だ。彼女は五行を収めることができる唯一の子であるため、僕が呼び出した。皆様がギュウキさんをしばらく足止めしてくれれば、私が五行を外します。頼む、お願いだから兄貴を助けてくれ。危険になる。ギュウキ兄貴、兄貴、しっかりしてくれ。俺のことわかるか？イバラキ、お前ここには来るなって言ったのに。
悪かった。俺が兄貴にもっと会いに来てればよかった。兄貴ならきっと元気に過ごしていると。ごめん、本当にごめんな。なんだよお前その格好は。もう立派に人間となったな、俺の弟。ゆうき兄貴、やめろ。この子、あまり自分を責めないでくれ。貴殿は最善を尽くした。いや、ありがとう。おかげで最後に短い間ながらも兄貴と話すことができた。お前が助けてくれたおかげだ。兄貴もきっとみんなに感謝していると思う。お姉ちゃんのところに届けてください。人間、もしくは人間ではなくても誰かの利己的な心がお互いを争わせているようです。みんながゆすり合って他人を理解しようとする努力があればこのような悲しみは消えるはずなのに。どうか Gyuki さんが安らかに眠りますように。
これからもよろしくお願いします。Thank you.